今日このタイトルにしましたのは ENTJ の動画で、はい、ENTJ の女子ですと、はい、ちゃんと私もよくなんか ENTJ って行きづらいところには入ってこないように見えるんですけど、はい、いや違うと、私もちゃんと行きづらいと思ってますよと、はい、なぜなら自分は結局間違ってないと思ってるから、はい、だからなんて言うんだろう、多分周りから間違ってるって言われた時に苦しい、まあ、苦しいのか生きづらい、ね、全部ペチャってそういうのをやりながら生きづらいと思ってるのか、はいはい、っていうお声をいただき、はい、なのでそのパートナーにはかなりのタフさや能力がない限り、はい、理解してもらったり、はい、離れないでいてもらうのは難しいですと、はい、そういうところも生きづらいですと、まあ相互理解ですからね人類はい、大きい話ですね、はい、はい、まあ、理解してもらいたい前に理解する必要もある、まあ、この ENTJ だと、はい、おそらく、はい、まあ、理路整然と自分の言い分を切々と解くんでしょうね、はい、でなぜ君が間違っているか、はい、っていうところもちゃんと言うんでしょうね、はい、ちゃんと言ったところでじゃないですか、彼らの視点で、はいはい、彼らの視点で、はいはい、そう、絶対的に正しいものってないわけじゃないですか、ないです、はい、また正しいと思った瞬間にこっちが違うことをやってたら、はい、正しいと思っててもやらないが、はい、人間ですから発動する気はします、はい、何を目的にするかによって正しさが変わるわけじゃないですか、はいはい、みたいな声をいただいたり、例えばその NT タイプは、はい、なんかその嫌いじゃない、はい、っていう時って、はい、好き嫌いみたいなのを上げて、はい、あの ENTP ですと、はい、半分以上どころかめっちゃ好きでも、はい、嫌いじゃないを使う時があると、はい、もうそうなると分からんですよね、はい、なんかまあ表情を見ながら、はい、例えばなんか似合って言ってるイメージもありますよねって、はい、似合ってされれば、はい、伝わる気もするんですけど、はい、言い方とかね、はい、こちらもあのたくさんアニメ見てますから、はい、あの NT タイプのそういう嫌いじゃない的な言い方、はいはい、あ実は好きなのかなとか、はい、まあ、分かる気はするんですけど、はい、やっぱりこのそれを見てあの NF タイプですっていう人が、はい、あのあそれを好きって受け取ってもいいんですね、はい、みたいな声も好きって受け止めていいかどうか分かんないです、ああうん、はい、あ違う嫌いって受け止めなくていいんですね、はいはい、嫌いじゃないって言ってますからねうん、はい、まあその辺のニュアンスがやっぱり難しいんですけども、はい、このまあ僕的に言うと、はい、嫌いじゃないって言ってるので、はい、嫌いじゃないんですよ、なるほど、はい好きとも言えない、好きとも言えなくて嫌いじゃないって言ってるパターンと、はい、なんかまあ好きだけどみたいなのってあるじゃない、はい、まあ、食べ物とかでも、はい、例えばカレーライスとか、はい、でカレーライス好きですって言うと、あこの人カレーライス好きな人だって言われると、いやそんなに好きじゃないよみたいななるほど、まあ、なんか好きか嫌いかで分けてしまえば好きの部類に入るけど、はい、なんか好物っていうほど好きでもないよみたいななるほど、まあ、僕がカレー好きなので、はい、ちょっと分かりにくいところはあるんですけど、はい、言ってることは分かります、はいはい、まあでもなんかそういうところです、そういうところですね、はい、大好物みたいな部類には入らないみたいな、はいはい、好きか嫌いかで分ければ、まあ、あ納豆とかアジの開きとかね、あアジの開きとか、はいはいはい、分かります、大好物とは言わないけど、はい、まあ食べれば美味しいじゃないですか、好きの部類には入る、あとはなんか恋愛はなんかその先に好きになったもん負けみたいな、はい、駆け引きそうっていうところもあるかなとか思いながら、はい、まあ、あとは、はい、照れ隠しじゃないですか、そうですよね、はい、ツンとデレですよね、はいはい、で、まあ、こういう動画をよく上げてるんですけど、はい、あの NT タイプが言う、はい、分かったっていうはいはい、はい、のも NF さんが聞くとやっぱりそのどうせ分からないよねって僕は感じるんですよ、はい、って言った時にやっぱり同調はあったんですね、はい、二等兵さんが言うこと分かると、はいはい、どうせ分からないんでしょって言われてるみたいで、はい、パニックになって、はい、本当に分からなくなるみたいな、はい、でそれが分かるっていう反面 INTP ですと、はい、こうやって眼鏡をこうやって上げてるのが見えるんですけど、はい、
ありがとうございます。 PJK さん、 INTP ですと。いつも興味深い内容の動画ありがとうございます。楽しく拝見していますと、はい、自分が分かったっていう、 INTP さんが分かったっていう時はここまでは分かったのかどうかを確認していて、分からないのであればもう一度説明しますっていう意味ですと、はいはい、そういう意味でしか聞いてない、はい、まあ、本当にって思うんですけどね、僕はね。僕はでもそうですけどね、こいつ分かんねえだろうなって言ったらもう言いませんもん。ああなるほど。そもそも、まあ、はいはい分かりましたみたいな終わらせる。分かってないんですねで終わらせる。あ、言わないけど、言わない、まあ、どうせ分かんないでしょみたいなことは、はい、どうせ分かんないでしょっていうのを言うだけ無駄じゃないですか。あ、この人もう分かんない人だから無視みたいな、はい、なるほど。で、逆に自分が相手の説明が分からないときは理解できるまで聞きたいので分からないって回答すると思います。はいはい、で笑いマークだったんですね、はい、で僕もまあそんな感じです。で僕はそこでうってまたなんかなんて言うんでしょう、はい、体験が想起されるんですかね、はいはい、分からないって言われると、はい、間違ったことを言ってるように感じるんですよはい、僕でもこうよく、まあ、それってどういうことですみたいなのよく聞くじゃないですか聞かれますね、はいはい、もう確認をしたいだけなんですよね。僕が分かってないからそれってどういう意図で言ってるんだろうっていうのを分かりたいので、それってちょっとどういうことですなるほどみたいな。なんか、はい、私が分からないっていうことは、はい、あなたは下手ですよって言ってる気がするんですね。その分かりたいんですもんね。その分かりますって聞くのも、はい、分かってほしくて言ってる僕の説明が悪いかもしれなくて、あ、そういう気持ちもちょっと思ってくれてるんですね、はいはいはい、なるほど。で、まあ、伝わってないかもしれないって感じた時に分かりますって聞いてる。で、そもそもこいつ分からないだろうなの時は言わないってことですね、はいはい、説明もしないですもんねなるほど、はい、でなんか僕はこの分からないって言われるとなんか挑戦状みたいな、はいはい、ドーン果たし状っていうのが見えるんですよ、はいはい、なんか俺を分からせてみろみたいな、はい、っていう風にこのなんか山が大きく見えてですね、急に、はい、ドーンって、はい、しまったと今僕はなんか間違ったことを言ってるのではないか、はいはい、っていう、なんていうの、間違いスタートになるんですね、はい、弁明になるんですよ。間違いスタートの時は多分言いますよ、それってそうじゃないと思いますみたいな。あー、なるほどね、はい、多分僕も多分言ってると思う、そこでそうじゃないと思うんですよみたいなことを言ってると思うんですよね。なるほど。で、分からないときは分からないって多分言ってると思うんですよね。それは、はい、分からないっていうときは、はい、もう一回ちゃんと、はい、その分かりたい意図を、はい、まあ、聞いてくれるというか、はい、フラットで聞いてくれる、はいはい、分かりたいと思ってるときには分からないって言ってるので、なんかこうやって聞いてるわけじゃない、はいこういうのこんな感じで、はい、なんかもうどうでもいいときは多分聞かないと思うんですよね。なるほど、はい、っていうのを NF さんが聞くと、はい、多分なるほどってなると思います。はいはい、そうなのかと、はい、言っていいんだねと、はい言って大丈夫です。極力、はい、まあ拙い説明かもしれないが意図を言っても良いと、はい、決して私がわからないっていうことは、はい、っていう、なんて言うでしょう、外側の意味は含まれてない。含まれてないです。ありがとうございます、はい、なんかこのコメントを返すときでも、はい、なんかちょっとその、まあ、あまりいい体験をしてこなかったんですかね、はいはい、間違っちゃよくないみたいなのがあるんじゃないですか。あ、まあ、NT タイプは、はい、言葉を大切にする人たちですから、はい、まあ、くしくも石丸真二さんも、はい、何かの時に、はい、私は言葉を大切にする人間ですからって、はいはい、自らおっしゃってたので、はい、そっか、この正しく相手の言ってることを、はい、理解しようとしてくれてる。理解しないと批判もできないみたいなところがある。なるほど、はい、聞いてくれるからって批判しないわけじゃないんですねそれを聞いて、はい、あ、だからこう賛同するのも批判するのも、はい、ちゃんと理解しないとできない。ここはまあ偉いとこですよね。なんとなく聞いて、はい、なんとなく批判とか、周りが批判してるから批判していいなみたいな、はい、そういう人たちじゃないってことですね。そこを多分分かりたいみたいなところの方が多分強いんだと思うんですよ、
なるほど。何が起きてるのかみたいなのを分かりたい。T の人たちは。はい。はい、っていうのを聞くと、また一歩、理解が進んだような気がします。はい。はい、あ、ポールさん、ごきげんよう。ごきげんよう。言葉通りに受け取るのが良いと思いますと。はい。まあ、ポールさん、確か NF のはずなんですけど、はい。まあ、君はできているのかと。はい。だとすると、NF を疑った方がいいんじゃないかと。それができるのであれば、すいません。